お掃除屋さんとやり取りしたら何がダメなんですか。ニュースになったんですよ。はあ、僕との関係を教えてください。申し訳ないね。どうも TKO 木下です。さあ今日からはですね、新しいスタッフの方にお手伝いいただこうと思っております。としちゃんよろしくお願いします。さあ切りましたよ、坊主に。ちょっと、ほんまな、すごいわ。いきなりちょっと運動踏んだんやけど、おっさんが30年ぶりぐらい動いてる。ほらほらほらね、ご挨拶です。一発目ですよね。何しするんですか。携帯貸して。え、携帯貸してる。持ってるでしょ。はっきり言ってまだ全然信用したわけじゃないか。ちょっと身辺調査。携帯の中見られるってちょっと違うと思いますね。こんなくだり。いやいやいや、そうでしょ。だから俺もあのできたらごめんなさい、はっきり言います。違う企画でしょうし、さすがに携帯は嫌やわ。何を見るんですか。じゃあそれだけちょっと教えてください。全部。いやめっちゃ嫌やわ。ちょっと待って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 、ちょっと待って、ちょっと映すの見えない、ここのかな。ちょちょちょ、映ってる映ってる。トシちゃん、映ってます。ちょっとほんともうその履歴で終わってね。もうええわ、ほんまに。検索が、大阪の超永久美少女永久書書き方の検索。そうそうそう、フリーになったからね。何よ、ちょっとおめでとう言わなあかんでしょ、先輩やから。宮迫さん、宮迫さんのたこ焼き行ったんですよ。やめやめやめよ、あがががががが、あががが、 LINE をやめましょう、 LINE をやめよう。黒い疑惑その1です。はいはいはい、見つけました。なんすか。掃除屋さん。お掃除屋さんとやり取りしたら何がダメなんですか。この人確か問題あって。いやいや、そうよ。でも今改心して頑張って前向いてるから、俺はじゃあどうせお掃除屋さん頼むんやったら仲の良かったね。じゃあそこじゃないでしょ、つながってんの。ニュースになりました、うん、僕がこの人に未成年を紹介されたってニュースになったんですよ、うん、僕ゼロです。この人に俺紹介してもらったことない。じゃあ、あの闇営業を、ああ行ってないですね。もちろんゼロです。何にもないです。イディエ君とはもう言うわ名前。芸能界いろいろつながってるんですね。だからもうありがたいことに力貸してもらってます。名前出すとね、相手に失礼やから。ああそうそうですね、さすがにね。ちょっと名前調べたら出てきました、また黒い疑惑。誰、名前言われるは？もうやめよ、もうやめよ。いや友達やから俺、二十何年の。けど今年自分で LINE 送ってるけど、相手の既読は入ってる。そうなんです。俺みたいに初速を間違わんようにないって。笑い笑い笑い、かっこ笑い。よくないでこの企画。ほんと、携帯を見て、これ誰みたいな。これはあの身の潔白をないですって、だから証明するために必要なことなんです。何も悪いことしてないもん。あら、これちょっといいのかな。誰、あなたがつながっちゃいけない人とのつながりがある。誰ですか。あかんあかん、やめよう。
週刊誌とつながってる。マジでやめた方がいいです。トシちゃん、これカットしましょう。その雑誌名も言うたらあかんし、名前も言ったらダメですって。この人どうしようか。これはまずいもん見られたぞ。あなたをあれしたとこだよね。突撃したとこ。突撃したとこだよね。言わないで、その、うんうん、雑誌名言わないで。あなたを追いやった人じゃん。そうなんでそれと仲良くできるの。もうじゃあ話します、全部。一旦止めてください、それ。ちょっと外してください。一旦外さないと話せない。はい、いいですか。その名前言えないですけど、突撃されたんですよ、僕のこの家に。我が家に。何回も来るんです。次の日も来るし、次の日も来るし、クロちゃんのどうのとか、石宮のペットボトルとか、どうほんまなんですかって来るんですよ。ほんで、それは俺は本当ですと。でも、プロセスはこうですっていうのをずっと話してたんです、家の前で。何回も来るから、あ、またおるな、あ、どうもこんばんは、みたいなノリになってくるんですよ。の向こうも、あ、どうも、みたいな。そこの駐車場ですよ、ずっと毎日。だんだん、ほんと顔なじみになってきて、ある時、こう言ってきたんですよ。ちょっと、女性の方と住まれてますね、と。じゃあ、これ記事載せたらおもろいですね、みたいなこと言うたんで、ちょっと待ってくれと。うちには娘がいるから、記事に載って女の人と住んでるってのバレるの嫌やと。あなた、娘いらっしゃいますかと。いますと。中学生。じゃあ気持ちわかるでしょう、絶対にこれは載せないでくださいよって言うたら、ほんまに載せなかったんですよ。で、僕は次の日行った時に、え、ほんまに載せなかったですね、いや、男と男の約束なんでって言ってくれた男気がある方やったんですよ。じゃあこの人いい人なんだと思って僕 LINE 交換して、今となれば飲み仲間です。言うとも、分かったって言うとも電話して。はぁ、あ、はぁ、あ、改め電話しても分かってる。本当に僕のネタを調べられてる今ってことじゃないと思う。なあ、それは全然聞きますよ。それはちゃんと聞いてよ。こうスピーカー。スピーカー。マジか、やっぱこんなことなってんな。もう見られると。向こうが YouTube やめてくださいって言ったら、やめましょうね。マジか。俺を突撃した人やから。出るかな、そもそもこの人。あ、すいません。はい、お願いします。地下鉄ですよ。いや、めっちゃ嫌やわ。何やねんこれ。いや、でも繋がったでしょ。普通にこの雑誌の記者の方ですよ。いや、繋がるわ、どうしよう、喋るわ。地下鉄やから降りるって何かあったと思ってるんですよ。この時間に、夕方に4時半ですからね。今張り込みもする方ですからね、この人。言うたら張り込んでますからね、いろんな家。僕だけじゃないからし、今浮かんだ、今浮かんだ身近なニュース、ほとんどこの人です。めちゃくちゃ有名なあれとか、めちゃくちゃ有名なこれとか、この人です。トップ記者の方なんですよ。その人に僕やられたんですね。まだけどちょっと信用できへんけどね。いやいや、ちゃみにまして、今ので。うわ、かかってくる。もういいですわ、かけてこんで。だって YouTube って知らんからね、こんなある。今まで YouTube で自分を突撃した、すっぱ抜いた人に電話かけるっていう映像、エロサイト見た後に。めちゃくちゃやで、これ。かけてこいのところがちょっと、いや、地下鉄やから。今仲いいと思ってるのはあなただけなんですね。一方的にね。実は、泳がされてるとかじゃない。そんなこと言うから、うんこ踏むんですよ、本当に。待ってこい。いや、かかってこないな。あ、来た。もしもし。
あーすんません。あーいえ全然全然。あいやいや全然大丈夫です。ただね一個だけ聞いていいですか？いやこれね嫌やったら言ってください。YouTube 一応回ってるんですよ。ほんで僕ね今こうなぜか記者の方とつながってるっていう疑惑をちょっと周りからあってね僕と、まあ、名前は言わないですけど今友達ですよね。はい僕との関係を話し僕との関係を教えてください。ですよね。ほんでひょんなとこから仲良くさせてもらって今ご飯食べたり飲んだりしてるんですよね。はい、そうです。はい、ほんでもう一個だけ聞いていいですか？今最近 TKO 木下の記事、ニュースなんかありますか？木下さんのニュースか？はい、今あれ？え、なんかちょっと含み、どういうことですか？僕はないけどってどういうことですか？ちょっとまだ申し上げられない答えがあります。わかりました。すみません。はい、ありがとうございます、はい。また連絡させてもらいます。僕はないんですね。はい、はい、よかった。ありがとうございます。はい、はい、失礼します。なんなんやめよこれはあかんわ。いやーちょっと怖いわやっぱり。誰か出てくるで。チャンネル登録よろしくお願いします。